はい、皆さんこんばんは。こんばんは。まあ、私たちは人間はこの地上に、出てきてですね、かなりの長い長い間夜は真っ暗闇の、まあ、場合によれば月が出たり星が出たりということもあったかもしれませんが、基本的に、この人工的な明かりのない暗闇の中で生活をしてきたと思います。だからなるべく夜は早めに寝て、朝日とともに起きて仕事をするというようなことを相当長い間続けてきたと思います。で、そういう中で私たちその昔の明かりのない時代を生きてた人たちは、月の光を浴びながら、あるいは星の瞬きを見ながら、自分たちの命がいろいろなものに包まれて、特にまあ皆さんもご承知の通り、地球は生命維持装置でございます。その中に包まれて、不思議にもこの命があるということを、まあ、感じる、そういう謙虚な気持ちをね、持つひとときを随分長いこと持ってきたと思います。ところが産業革命、あるいは文明の発達とともに、ここまあ何年でもないですね、せいぜい、100年ぐらいではないんでしょうか。その間に、非常に明るい世の中になってきて、特に都会地では24時間365日明るいという中で生活をしてきて、どうも私たちは少し謙虚さを失いつつあるのかなと、まあ、物質主義、あるいは経済効率第一主義、あるいは科学技術主義第一点張りできて、非常に人間は何でもできると、何をしてもいいというような感じにちょっとなりかけていたところで、その弊害の極みが、まあ、私は先般の福島の原発の事故だったんじゃないのかなと、人間ではなかなかどうすることもできない荒ぶるエネルギーをに頼ってしまった、まあ、私たちのやっぱりちょっとしたミステイクではなかったのかな、そういうことをまた広く感じていらっしゃる方も多いと思います。このキャンドルナイトはこの後ライトダウンをしてですね、昔ながらの暗闇と、その中で昔ながらのキャンドル、ろうそくの炎の下で、もう一回その謙虚な感覚を取り戻してみる、そういうひとときを持つということも大事じゃないのかなということで、まあ、ずっと10年来続けられてきているものでございます。これから皆さんと共に、10から始まって、カウントダウンをして、ゼロで多分電気が落ちると思います。その打ち合わせになっております。そして、電気が落ちて、このキャンドルの明かりの下で幻想的な、世界平和を祈る法要を、まあ、これから営みたいと思います。大体準備はいいですか？はい。準備ができるまで、間をつないでたというところもあります。そんなような趣旨でこれからライトを落として、幻想的な法要をに皆さん参列をしていただきながら、また昔ながらのキャンドルの下で、心静かなひとときをしばしお過ごしをいただきたいというふうに思います。それでは皆さんの協力を得ながらカウントダウンをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いいですか？はい。それじゃあ10からいきますよ。はい。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Light down.